国の天然記念物に指定されている奈良公園の鹿を刃物で叩いて死なせたとして文化財保護法違反などの罪に問われていた23歳の被告に奈良地方裁判所は執行猶予のついた懲役10ヶ月を言い渡しました三重県松阪市の都備職、吉井駿被告は今年2月、奈良市の奈良公園で国の天然記念物に指定されている鹿を 斧のような刃物で叩いて死なせたとして文化財保護法違反などの罪に問われていましたこれまでの裁判で被告は起訴された内容を認めた上で自分の車に鹿が頭突きをしてきたため頭に血が昇った当時は酒を飲んでいて冷静さを失っていたと述べていました今日の判決で奈良地方裁判所の石川理沙裁判官は動物の生命を軽視した 残忍で悪質な犯行だと指摘しましまた一方で本人が反省していることを考慮して懲役10ヶ月、執行猶予3年を言い渡しました。